島岡英二のぶらり歴史探訪チャンネルミニ。今回は徳川将軍家の菩提寺の一つ芝増上寺を紹介したいと思います。芝増上寺はその正式名称を三円山高度院増上寺と呼ぶんですが、呼び名は増上寺と呼ぶか、地名の芝をつけて芝増上寺と呼ぶのが通例。このお寺の起源は意外と古く、伝承では9世紀に空海の弟子周永が建立した光明寺がその前身だと言われています。その後室町時代に真言宗から浄土宗に改宗し、お寺の名前も増上寺と改名。そして徳川家康が江戸入部の際、たまたま増上寺の前を通りかかったところ、当時の住職玄与尊王と語り合う機会があり意気投合。以降徳川将軍家の菩提寺となったと伝えられています。ちなみに風水的には江戸城の鬼門に上野寛永寺、裏鬼門にこの芝増上寺を置くことで災いを避けたと言われていますが、そのせいなのか、この芝増上寺では江戸時代に血生臭い事件が2度ほど起きています。その一つが四代将軍徳川家綱の葬儀の際に、奉行の一人鳥羽藩主内藤忠勝が同じ奉行の一人宮津藩主永井直長に切りつけるという人情事件、いわゆる芝増上寺の人情事件。この時切りつけた方の内藤忠勝は捕らえられ後日切腹、お家も断絶となっていますが、この内藤忠勝の甥っ子がかの有名な忠臣蔵の浅野匠の神で、この浅野匠の神が吉良上野介にいじめられ、その恨みがきっかけで江戸城松の廊下にて切りつけることになるのですが、このいじめられた事件というのが芝増上寺の畳替え事件。そう、ここの畳の張り替えが必要なことを吉良上野介がわざと浅野匠の神に教えなかったことが原因だと言われています。もはや裏鬼門の災いをこの芝増上寺が代わりに一心に引き受けたと言わんばかりの事件ですね。なおこの芝増上寺の最寄り駅の一つに地下鉄の大門駅がありますが、実はこの大門というのは芝増上寺の旧総門のこと。現在の大門は1937年昭和12年に作られたコンクリート製のものになりますが、実はこの大門にもかなりの紆余曲折エピソードがあったりします。というのもこの大門、もともとは芝増上寺のものだったんですが、明治維新の明智令のせいで寺が困窮したため、東京市現在の東京都へと譲渡で、1937年に市民の寄付によって現在のコンクリート製の大門へと建て替えられたんですが、なぜかこの時東京の財産目録から欠落してしまい、所有者不明のまま長く放置されることになりました。でお寺の前でどんどんボロボロになっていく大門を見かねて芝増上寺が大門の譲渡を求めたんですが、東京都は財産目録にないものは譲渡できないとして、これを一蹴。そして月日が経つにつれさらにボロボロになり、2011年の東日本大震災では瓦の一部が落下するなどしたんですが、さすがにこの時になって一体この所有者は誰なんだということになり、東京都が改めて調査をした結果、東京の不手際で財産目録から欠落していたということがようやく発覚。で
ここまでボロボロになっていたらもう資産価値はないということで、無事この大門が芝増上寺へと無償返還。今ではちゃんと補修塗り替えも行われ、立派な姿を取り戻しています。そんなわけで駅名や地名にもなった大門を抱える芝増上寺、皆さんもぜひ一度足を運んでみてもらえればと思います。それでは次回またお楽しみに。